my mouth, you shit, and I hold my hair, oh, who to suit you, the car.霊と隠れば光の翼フロム宇宙に散りし古来よ霊と誒う地へ迎え、すなわち進化せり。西暦2050年、宇宙から来た謎の生命体は地球を侵略した。我々は侵略者をインビットと呼び、地球を守るために戦った。 だが屈辱的な敗北を喫した。多くの地球人は火星コロニー基地へ逃げたが、その時以来地球はインビットに制圧された。そして西暦2080年、今から3年前、インビットを撃退するべく火星基地から奪還軍が飛び立ったが、再び敗れた。インビットの勢力はみるみる広がり、地球を全滅する勢いだ。何としても 地球に残った人々を救い、インビットを撃退せねばならん。結婚しよう。え、いいね。 考えさせてください。男の人にプロポーズされたらすぐに OK するんじゃないってママに言われたわ。だから。こいつジラスキか。お二人さん急いでね。いや恥ずかしい。イチャイチャするのは地球に降りてからでいいかな。 火星基地より入電、作戦指示変更を出し、各隊の検討を挑む。地球か。どんなところなのかしらね。楽しみだわ。やれやれ、俺たちは観光旅行に来てるわけじゃないんだぜ。分かってます。でも親が生まれ育った地球ですもの。あなただって興味があるでしょ。俺の興味は地球を乗っ取ったインビットがどんなバケモノかってことだけだよ。ロマンのない人って嫌ね。まあ、 俺たち火星コロニー生まれにとっちゃ地球は別世界だろうよ。レギオス、発進体制完了しました。さて諸君、我々の念願であった地球を奪還する時が来たようだ。3年前の第一次地球奪還戦争の敗北を教訓に軍は新兵器を開発した。今度は勝てる。我々の任務はインビットの本拠地を叩き潰すことだ。 万一地球のどこかに不時着したら、北アメリカを目指せ。北アメリカにあるインビットの本拠地、レフレックスポイントに行くのだ。はい。母船から拡大映像が送られてきていますが。切り替えてくれ。あれか、あれがレフレックスポイントか。3分後に 我々は敵の防衛ラインに接触します。戦闘態勢。操縦系異常なし。各セクションオールグリーン。投稿システム異常なし。動力エネルギーOK。各セクションオールシステムグリーン。オートマチック候補。通信
中心回線異常なし、機関ありのサインは GO です。よし、第21機構降下用シャトル部隊のヤングパワーを他の連中に見せてやれ。おう、これより一挙に大気圏へ突入する。スティック、レギオスで先導しろ。はっ。答えは OK、 詳しくはペンダントの中にあるわ、スティック。マリン、サンキュー。やったぜベビー、スティックとマリンが婚約したぞ。やだ、困る。へへへ、俺は地獄耳のグリース様よ、何でも分かっちまうんだな。やだ。おめでとうマリン。こんな時に困るわ。レギオス準備、セビンは撤去に退去。ブースターメインエンジンともコンディションは良好、存分に暴れてきてくれ。あ、次は地球で会おう。21戦闘中隊スティックバーナード注意、コンディショングリーン、発進スタンバイ。フライトデッキオープン。バーナード注意、発進します。21中隊各機、我々の任務の第一はシャトルの地球への突破口を開くことだ。いいな。了解。適用再衛星接近。来たな。行くぞ、確認、幸運を祈る。ターゲットインサイト、目標確認。頭を使うなよ、行け。肉弾攻撃だ。アーモファイターでは不利だ。前期アーモソルジャー体系を取ってアタッキングフォーメーションを組め。シャトルの援護に向かうぞ。敵高速編隊接近、大軍です、およそ500。間に合ったよ。このまま大気圏に突入するぞ。地球に一番乗りしてガキ扱いした他の連中の度肝を抜いてやれ。突入コース、トラッキングオン、高度131キロ。右、維持情報、スティック、敵が来るわ。了解。ひとまず片付いたようだな。今がチャンスだ。一気にレフレックスポイントへ突入するぞ。了解。侵入方位角1211、軌道離脱、噴射。降下率 8%、 高度120キロ、機外温度上昇。ついに俺は親父の故郷に来たんだ。小隊長、機外温度異常加熱中です。なんだって。さらに大気圏上部のイオン層に異常があります。コンディションオールレッド、機内温度上昇、コントロール不能。みっとめえ、大気いないか細工したらこのままじゃバラバラだ。後続部隊との通信不能。
大気の異常もインビットの仕業なのか。トレッドメインノズルダウン。ホリゾントがマリン、なに、地球からもインビットが来るのか。エンジンが、こんな大事な時に。マリン、早く脱出しろ。なんだ、もしかしてこれが雨、雨か。確かに水だ。そうか、これが雨なんだ。なんだこれは。ショーウィンドウで素敵なウェディングドレスを見つけたのよ。私あれに決めます。今から予約しておかなくちゃ。我々の任務は地球を制圧したインビットの本拠地を叩き潰すことだ。
万一地球のどこかに不時着したら北アメリカを目指せ。北アメリカにあるインビットの本拠地レフレックスポイントに行くのだ。広い、なんて広いんだ。おい、お前をグレードアップする何か部品を見つけてきてやるぜ。よいしょ。見て、うわっ、ひゅう、こいつは、なんと、これはすごい。どこも壊れてないようだな。こいつは大した掘り出し物だ。動くといいが。よいしょ。いい音。あ、けね、インビットだ。やろう、俺の愛車を。待てよ、俺は軍人じゃないぜ。来るな来るなって。ご機嫌なマシンだぜ。こいつらはお呼びじゃないけど。なんだよ、またインビットか。なかなか大した操縦テクニックだな。あんたも無茶してくれるぜ。聞きたいことがある。ムカムカすんだよね、そういう命令口調って。これ気に入っちゃった、もらっとくよ。どこかで仲間を見なかったか。エネルギーは HBT を使ってるのかい。ここは地球のどの辺だ。やっぱり HBT だ。こいつはすげえや。北アメリカは遠いのか。レフレックスポイントはどこだ。ここはどこなんだ。おい答えろ。
俺はレイって言うんだ。おい呼ばわりはやめてくれないかな。なんともないようだな。おかしなやつ。そのモスピーダが気に入ったようだな。モスピーダ？俺はスティックバーナードだ。ウェディングドレスは他の人に買われちゃうかもしれないわね。スティック、私幸せよ。あなたと結婚できるなんて世界中で一番幸せ。イエー、かわいい子ちゃんじゃないの。お、インビットとあたい大激闘。次回、飛行創世記モスピーダ、失恋者。